グーデンタークライカです。さあ皆様いかがお過ごしでしょうか。私はねかなりねオンラインサボってたんですよ。ていうかこの2週間ぐらい戦えあんまりやることがなくってですね、ほぼログイン勢ログイン&デイリーみたいな感じでねやっておりました。そしてチームの方は全く変化ありませんほぼ変わらずでやってるんですけれども、今回ね2週間ぶりぐらいにまともにねオンライン旧正月杯をやりたいと思います。でね、少しあったことといえばこちらのミカエルですね。このミカエルはキラーが特徴で、でワンツーもドリブルもねめっちゃワープできるっていうミカエルなんですけどね、それ以外に意外と特徴がなくて1試合使ってみたんですけどね、あんまり活躍はできませんでした。あとねディフェンス面がやっぱ弱くてね、 OMF とかフォワードにはとても弱くなるので、でまあこのままワープしてシュートするっていうね使い方がメインかなと思うんですけども、なかなかねこの技属性のキャラが刺さる相手キーパーがいなくて難しいなと感じました。若島津ぐらいかな、やれるとしたらね。あとはですねミカエル以外ではドリコレの賞を取れました。これねほぼ回してないんですけどポロッとねちょっと出ちゃいまして、ただねこの大竜で合ってる大竜大竜大竜がね打てない、サンターダもナトゥレーザもいないんでね無理なんだよねうちのチームで使うのは。そもそもねこの欧州中心で組んでますので、まあ、ショーはねちょっとバイエルンも所属なんでね入れてもいいかなっていう気はするんですけどね、今回はちょっと無理でしたね。技構成的に無理だということで、もうタンスの肥やしに寝かしておく感じになりそうです。俺の道を遮る者は容赦しない、行くぜ。よし行くぞ。よし来い。パスや、ここ行くぞ、頼む。おーなんだぞ。よし仕掛けるぞ、ここで取り返す。危なっ、ナトゥレーザは封印ないんだね。このチャンス絶対ものにする。ファイヤー、このそれディア、さあよし。まあまあまあ、これはこれは想定内。俺が止める。遠慮なく行くぞ。それ。シャン。もうやられてたまるか。ふん。なに。クリティカルが出てなくてもいけたかもしれない。勝負だ。ここで守るんだ。ああもう。はあ。これだよ。必殺ハイスピードトルネードスカイアルファ。受けて立つぞ。さあ数値は勝っております。いけカリウス、みんないけ。くそ、ここから立て直して反撃だ。おもんねえんだって。だからそれなあ、勝負だ。俺が相手だ。よし、このポイントだ。うっし、うわ、勝負だ。俺と勝負とはいい度胸だ。よし来い。どうないする、ドリドリどう、うん、俺の道を遮る者は。伊沢パスカットでしょそれ。行くぜ伊沢な。よし、しゃ
俺の道を遮る者は容赦しない。一発入れたら行くぜ。くそ、よし、はい、ここ来ます。セオリーも伝統も金繰り捨て、銀繰りかな。ただこの試合に勝つ。行け、それ感動収束陣ファイヤー、よし来い。ジェンティーレいいね、起点にしてこう。いけしゅな、どんなシュートも掴んでやる。たっくそ、よし、それ本邦初披露、ヒギスカイエスカレーター。これね、たけしに行くよ。たけし勝負だ、受けて立ちます。よっしゃい、うまっ。よし、このポイントだ。仕掛けるぞ。くそ、マッチして持ったかな。止めてやる。いや、もう打ってみるわ。打ってみます。カーザの頭を越したと思ったんすけど。ここが勝負だ。あ、もう入っても溜まってる。集中していこう。このチャンス絶対ものにする。トラッファイヤー、なんだぞ。いっけー。いや、こういうことたまにある。私もやられたことあるもん。いけいけ、マガス、どんなシュートも掴んでやる。30パーあるじゃん。タッタつうかさ、本当思うんだけどさ、このフェスだの、これだの、そして若林だの揃えててさ、よろしくとガシじゃねえよって思わない？まあでもね、あれ、復帰戦にしては良かったんじゃないでしょうか。シュートも3回ちゃんと打ったからね、3回。まあ思んない、すでに思んないっていうか、何この南米流行ってんの。さっきからこのパターンなんですけど、南米プラス若林プラス翼みたいな。よし、俺の庭を勝手に荒らすな。このタイガーボラン本当に仕事するわ。やっぱ読み立ちマスターでかい。そして自動パスカットもね、でかい。私的に、あ、勝負だ。相手は僕がさせてもらうよ。ミスしました。これシェスターに渡したかったんよ。はい、チャンス。何？勝負だ。来やがれ。さあ、これはね、読み勝てばなんとかなるはず。データ的にワンツーしてみるか。よっしゃ。サッカーの歴史は俺たちが守るんだ。行くぜ、このゲルマン魂で。よし、行くぞみんな。チッ、ナイス、俺もつなぐぞ。いや、なんかね、ツイッターでも見るんですけど、ナッツレーザーと翼がね、本当につまらんってやつね。わかるわ、マークを剥がされるのがね。セオリーも伝統も金繰り捨て、なんかがっかりする。ただこの試合に勝つ。行動不能になるのもね。行けー、それ、感動収束陣ファイヤー、よし来い。さあ、まさかのミスから繋いだ。もうどんなシュートも掴んでやる。えぐい、涙出ちゃう。100% って、お前、遠慮なく行かせてもらうぜ。行くよ、はい。おもんないって。俺たちで最強のシュートを作るんだ。いや、カーリーサス止めろ、それ。ああ、いいだろう。行くぞ、フルメタルファントムだ。
どんなすごいシュートだろうと俺には関係ない。いや、ポスト当たれ、ポスト、ポストポスト。あー、これね、シュナとカーザの1対1で勝負させて、このポイントだ。あ、俺 A パスでよかったな、もうアホか。あのスタミナのないミカエル結構チャンスなんですけどね。あ、もうなんでよ。よっしゃ、なんでそんなことすんの。それねえ、ここで守るんだ、突破してやるぜ。ぶっ飛ばすぞ。遠慮なく行かせてもらうぜ。行くよ、はい。今前だったよね、はい、カーザのなあ。俺たちで最強のシュートを作るんだ、サンタナ。ああ、いいだろう、行くぞ。なによし、思ってるより。で、しまった。スーパースターしかいないっていうよりね、スーパースターしかやってないんだと思う、このね、ドリコレだのフェスだのをガッチガチに揃えてるやつしかやってないのよ。俺の道を遮る者は、いないとね、シュナイダーのドリってなんかパスカットされることが多いんだよね。よし、行くぞ。行くぞ。相手は僕がさせてもらうよ。もう打つか、めんどくせえ。もう今ミスしました。セオリーも伝統も金繰り捨て、ただこの試合に勝つ。ギリシュートが封印されなかったから、ね、よかったけど。それ感動収束陣ファイヤー、行けオラ。よし、時間がな、23分ってのがちょっと思んないんすよね。 19.9% か。どんなシュートも掴んでやる。よっしゃ。よっしゃ、行くぞ。名誉にかけて気持ちいい、必ず勝つ。この人ね、600何十何位の方だったんでね、私がいい度胸だ。引きずり下ろしてやるよ。勝負だ。引きずり下ろしたる。さあ来い。いや、これちょっとワンチャンないか。エリア外だよね。うん、セーフゾーンが発動してるから、エリア外かつ日本キラで頼む。それでも30%。しんどいんだって。どんなすごいシュートだと。ミサキ無理なんですけど、やれ。ファール、ヒューガ。よーし、もう退場しろ、お前退場しろ、さっさとな。タックルするわ。うらっ、ナイスナイスナイス。チェイ、ねえ、やめて、やめてよ。いくぜ、このシュートで世界を破る、俺のワイルドタイガーショット。さあ来い。やめてって。ああ、カリウサスやるじゃん、金で。やっと、どんなすごいシュートだろうと俺には関係ない。怖い。このトップの5人、もうこの5人がいたら終わりなのよ、大体。わかる？トニフさん、キャガって、ヒューが退場しろ、ヒューが。ナイス、カリュー。どんなすごいシュートだろうと、取れ、俺には関係ない。取った取った取った、これ取った。くそ、なんやねん、それ。サッカーはダンディじゃなければな。行くぜ。ナイス。
みんな、これが僕のトルネードアロー雷獣シュートだ。ちょっとミッカエルでさ、若林に打てたの初めてかもしれない。ちょっと角度あるのがもうどんなもん。おお、いけるいけるいける。どんなシュートも掴んでやる。こんな優勢取れんの。いや、いったろこれ。よっしゃー、よし、うれしい。さあ、振り出しに戻したぞ今。せい、よっしゃ。あよっ、ここが勝負だ。みんな集中していこう。決めろ。甘いな。ここを切り抜ける。相手は僕がさせてもらうよ。これいつも言ってるんですけど、マーガスでミカエルにマッチすれば勝てるんです。ドリブル2つ持っとけばね。さあ、これ大チャンスだ。マーガス神、突破してみせる。あらら、きた。ここを切り抜ける。負けるか、負けるか。受けて立ちます。いいですか。なれるな。うっそ、ちょっとなんかいけない。マーガス、ゲルマンパワーで。それガンガン攻めていこうぜ。3人いけない。くわダメか。巡ってきたチャンスは逃さない。惜しい。でもちょっと惜しかった。たけしがさ、まあパスカットしか選択肢ないのに。うおー、きた。なに、勝負だ。やばい。やばい。神、惜しいね。このゲーテのホットラが効かなかったのも惜しいけど。セオリーも伝統も金繰り捨て、ただこの試合に勝つ。いけー、それ反動収束陣ファイヤー。いけ、よし来い。これ全力切れてるお互い。いや、なんでクリティカルだよ。どんなシュートも掴んでやる。シュライナーお願い。うぅ、さあ、よし。そうですか。行くぜ。いや、もっともっと若林削りに行こう。まあいいでしょう。もうやだ、二桁台の人とか出てきた。俺が突破口を切り開く。行くぞ。発想のみ。フィールドゴマ、行くぞ。それは効かん。いや、それは効かん。絶対絶対に決める。絶対にダメ。さあ来い。もうキャンペーン終わってるよね。どんなすごいシュートだろうと俺には関係ない。キャンペーン終わってます。キャンペーン終了の知らせ。何は何今の。はここを切り抜ける。ここで守るんだ。何今の。しかも封印されたしよ。なんこれ。シュート打つか。よし来い。何かポストクリア確定してたから確定演出は出ませんでしたみたいなことか。空手で鍛えたこの拳で止める。やったー。ポストイン率とね、ポストクリア率がね決まってるって話ですからね。二択いけ。一緒だ。俺の道を遮る者は容赦しない。行くぜ。ちょっとな、ちょっとスペインの揺りで申し訳ない。さあ、ドリブル両距離で来た。来た。セオリーも伝統も金繰り捨て、ただこの試合に勝つ。いけー、それ反動収束陣ファイヤー。よし来い。いや、完璧だったでしょ今の。
いや、なんで虹なのそこで、やめて。空手で鍛えたこの拳で。なんかこういうシチュエーションよ。止める。やめて。うん、たーいやー、ざっけんなお前、うん、絶対ダメ。チェイ、勝負だ。よし来い。僕のパスでチャンスを広げる。行くぞ。あっ、おさあ、くそ、やばい、うまい。ここを切り抜ける。地上で打つかな。トラップ地上だ。あー、キンクリ惜しい。力任せに打ち抜いてやる。あっ、シュナイダーに本当は今の時間帯ね、渡したかったな。空手で鍛えたこの拳で止める。若島津はきついんすよ、うん、たな、よっしゃ。きついんすよとか言って、よし、どんどん点を取りに行くぞ。よっしゃ。相手さ、フェスの若林いるじゃん。で、こっちはね、どうしようかな。やっぱミュラーかな。相手をするぞ。わしが相手だ。切り抜けてやるぜ。封印か。レヴィンは無効化だもんな。任せろ。同じピッチに立てたな、ブライアン。俺たちの夢、絶対に叶えてみせる。これは取れるんじゃないですか。ダメ、うん、わしが必ず守る。おお、た、よし。オランダね、結局取れなかったからよく分かってないという。なに、おっし、俺はただゴールを目指す。そんなのいけるの。シュートに20%も取れるのに。帰る、受けて立つ。頼む、ユーナ、頼むよ。俺のゲルマン魂はやわじゃねえんだよ。よし、よっしゃ、安定。危ない。もうね、攻めて攻めて攻め続けるしかないんや。これここにかける。みんな全力で行くぞ。ナイス、ケビン。お、エリック、ナイスすぎる。勝てるんだ。それ、何、これが俺たちのコンビネーションだ。知らんかった。はっ、ここね、行くぞ。僕の動きについてこれば。いいよ、行こう。これ超かっこいい、超かっこいいやつだ。さあ、1対1、ここは勝負だ。俺がマークにつく。これね、もう一回ドリって、シュナイダーに渡そう。渡せたら OK。 きた、僕の動きについてこれるか。行こう。ぐっ、だ、もう一回このまま打つわ。破壊神は止められない。レディンがさ、思ったより移動距離あんのね。これ前に来すぎた。このシュートで相手を殺すことになろうと。戻ったね。僕は打ち続けるんだ。キンクリだし、よし来い。40分だし。いや、でもこれはダメなんだ。空手で鍛えたこの拳で止める。やったー。浮かせてシュナイダーに渡した方がまだ良かったな。じゃあ、うわ、行け。なに、触らないか。いや、この距離いけません。受けて立つ。いけるよね。あの、ミューラ、お願い、お願い。俺のゲルマン魂はやわじゃねえんだよ。 76% あるよ。よし、で、よし、よし、ありがとうございます。俺は負けられない。誇りにかけて。いや、これ価値あるでしょ。この人2桁台の人よ、マジで。
でも最後まで若島津だったね。若林出さないんだ。はい、ということでね、現環境厳しいですが、久々にちょっとオンラインやったらね、楽しかったね。やっぱりめげずにまた頑張っていきましょう。